はい、バイテオチャンネル、ママでーす。パワディオです。はい、ジャンボ、ジャンボ、今日はきっと元気のないジャンボだね。ほんまやな、そやな、元気もなくなるわな、そら名前と話してやっちゃいましたよ。やっちゃいましたね、やられちゃいましたね。まさかのね、この前ハイラックスサーフ、うん、185納車したっていう動画出したじゃないですか、うん、それも納車したんが7月の頭、うん、で8月の頭にまさかの事故っちゃいました。まさかやな。まさかの納車1ヶ月で事故するという。うん、そやな。というわけでこんなテンションになっておりますか。はい、はい。まあ事故の細かい経緯はちょっと置いてきます。置いといてね。はい、ただ今すごい揉めに揉めてるんですよ、これが。過失の割合で。実はね、ハイラックスサーフドライブレコーダーがついてなくて。うん、ついてなかったね。そうなんですよ、それがないがためにめちゃくちゃ揉めてますが、で、相手方はドライブレコーダーついてたんですけど、まあ、映像は提出しないと。まあ、義務がないらしいんでね。あー、はいはい、皆さん気をつけてくださいね。警察、だから保険会社にドライブレコーダーの映像を提示する義務はないらしいですよ、うん、裁判所の命令で提示してくださいって、出されて初めて出さなかった。だから言ったら、その自分が不利になるような映像が残ってるドライブレコーダーって、提示しなくていいと。いや、でもさ、自分に不利になるからってさ、消されたらもう終わりやな。消されたら終わりですね。うん、そうなんです。だから自分は悪くないよっていうね、証明するためにも、ドライブレコーダーっていうのはね、はい、必要なんかなと、思いまして、はい、はい、こちらドーンと買いましたね。はい、なんていうドライブレコーダーかな。ミラー型、ミラー型っすね、うん、後ろも、はい、前もどっちも撮ってくれるっていう、フロントカメラ解像度 4K やって、はい、でリアカメラがフルハイビジョンやね、これ。記憶媒体 SD カード 64GB 付属やって、すごいな。あのドライブレコーダー買ったんでね、はい、ちょっと買うの遅かったけど。そうやね。まあ今後またそういうことが、まあ、ないように気をつけて運転するけど、念のためにね、あのドライブレコーダーつけとこうかなと思って買いました。はい、買いました。というわけでね、早速ね、ドライブレコーダーの方つけていきましょう。つけていこう、この前に。つけれるはずよ、そんな簡単に。簡単みたいよ、簡単って書いてたから。早速ね、つけていきましょうよ。はい、つけていこう。はい、はい、内容物はこんな感じで、これが本体、本体と、これがバックカメラ、バックカメラとケーブル、バックカメラ用ケーブルで、これが GPS ユニット、で、これが取り付けバンドで、マイクロ SD カード 64GB のやつで、シガー電源アダプターが入ってます。ここにカメラがあるから、はいはいはい、これを避けてこう、はい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 、取り付けバンドで。
はいはいはい、よく聞いた、着きました。ちょっと暗くて分かりづらいかもしれない着きましたね。はいはいはい、着いたね。説明書を読んでるママさん、読んでも分からへんけど、どうしたらいい、バックカメラを取り付けるやって。バックっすね。適正な位置を決め、汚れ、油分などを拭き取ります、はい、取り付ける位置に養生テープなどの剥がしやすいもので仮止めをし、詳細な位置を決めますやって。了解です。この辺に取り付けるってこと？そういうことやんな。これがそうなんで、一回ちょっと、怖いなぁ、ランナーの音楽怖いな、びっくりした。どうですか？おうほうほう、なるほど。こっちから見ると、ああ、なんか映ってそうな感じやで。ほんま？うん。これってなんかいじれるんかな、角度。あ、いけるやん。うん、なんか角度決めてどうのって書いてあったで。ほら、こういうことやるんだから、ほら、うわぁ、ネジで止めれるってことなのかな。ほぉ、はい、いいじゃないですかこれ。はい、あの赤いテープじゃない、赤いテープで、知らない、やばい、いや、できたら、マスキングなどの仮止めなしでね。仮止めなしの、はい、え、これです、ええの、いいっすよ。マジで大丈夫これシール、え、この辺だ、中心ぐらい、いきますね。じゃあ、迷いなし、はい、ナイス。これいけんのか、配線を通していくって、通していくんやで、ですか。すごいけんの、いきます、うまっ、入ります、細かいな全部下通しちゃってる、配線図はあくまでも一例です、うん、お客様の車種や環境に合わせて配線してくださいって、はい、了解っす。じゃあ上通していこう、まず、うん、これちょっと余裕持たして やらなあかんらしい、引っ張られたらあかんって書いてた、ほんまの道具じゃないからな、それ入る気せえへんで、でも、配線が一番めんどくさいかもしれへんな、そりゃそうやろ、一番面倒いよ、これは。そう。どう？一応なんか通ってってんねん、それなりに。通ってってんな。そうそう。たまにこういうね、硬いところがあるんですよ。ガチッと行きました、はいはい、こんなもんすかね。次はこの、はい、GPS の、はいはいはい、ユニット取り付けます。これは何の役割すんのやろな、俺はここにいるぞって言ってくれるかなダッシュボードにこれつけて、はいはいはい、ほんでここにつなぐ、あ、
して。もっと通さなかったこと。通さなかん。こうでいいんかな。こういうことやんな。うん。これまたもう、あ、これ簡単やわ。簡単。すみません。ゲイゲイ。はい。はい。出たんで通していく。どう、そこはまだ楽勝？ゆるゆるやからはみ出てくんね。逆に逆に。意外と大変そうやな。はあ、暑いぜ。鼻汗がすごいぜ。鼻汗が。猫や。すげえ、でも早い。あ、で、ここに刺すねんね。それが電源。電源。もう通さなかったの。通さなかった。無理です。もう通せません。通すとこありません。やばいって。すぐにはみ出してます。下行く？あ、我慢したいと思わん。来てんな。やばいやばい。行かれへんのちゃうこれ。これもしかして充電できひんくなる？永遠のゼロです。やばいやん、これせっかく買ったのに、ちょっと戦闘してからなんだけど、辛すぎねんけど、怖い。なんとか無理やりそこに押し込んで、はい、この下通して、はい、これマットの下にもマットの下にぶち込んでやりましたわ。ぶち込んでやったな。配線だらけの車になってしまったけど、うん、まあこれでね安心というか、うん、よし、はい、お願いします。ビビえビビ、ちょっと待って、なんだか、なんじゃろか、これはどうしました？あ、なんか汚ね。なんだこれ。なんやこれ。これでね。うん。お。ウェルカム。おお。言ってる。ちょっと見づらいですか皆さん。反射してる。すげえ。お、映ってる映ってる、なんとなく、はい。あ、すごいすごい。写真を撮るとか、レコーダーとかあるね。これやね、レコーダー。おー、すごい。あ、録画してってる。すごいな。後ろどうやって見んやろな。これ前やな。前。これ前のカメラっすね。うん、あ、写真撮った、パシャ、写真撮りやがった、カシャー言うたで。ホームに戻る。あ、うん、ちょっとどう。これは確かに分かるな、はっきり。うん、すごいすごい、すごいな。すごい。意外と疲れたな。
カイドウでした。疲れた、めっちゃ汗かいたし。結構疲れるな。うん、だからうん、ちょっとど素人にはしんどい作業かもしれへんな。うん、ちょっと舐めとったな。うん、配線通すんだ。プロの人はすごいね。ほら、やっぱ車のプロの人はすごいよね。うん、あんなもうタタタタってやるやろな。大変。おお。まあでもすごい綺麗に映るのは分かった。うん、綺麗かった。おお、リアのカメラも綺麗かったし。うん、まあこれでちょっと安心できるかな。そうですね、なんかあった時にね。もう洗ってほしいけどね。そう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 、うん、皆さんもね、ほんとあの気をつけてください。気をつけてでもな、当たってくるもん。そうそう、当たって当たってきても当たってこられたって言い張る人おるんで、うん、お前ね、そういう時のためにね、そうドライブレコーダーって大事だなって思いましたね、今回ね。うん、ほんまに。あ、もうすっごいストレスだったもん。ようそんな嘘平気でつくなっていう。嘘をね、平気でつく人っておるんですよ、世の中に。普通に、普通じゃ考えられへんけどね、流れおるんですよ、やっぱそういう人一定数。だそういう時のためにね、自分の身を守るためにこれドライブレコーダーが必要なのかなということで、はい、でもなこんなな、お金払ってな、汗かいてつけてなて、ほんまなんかそれ思ったらもうどん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 イライラしてきたわ。はい、はい、ということで今回の動画は以上ですね。はい、このドライブレコーダーは私の楽天ルームに載せています。チェックお願いします。あ、載せてんの。載せます。安かったもんな。はい、1万ちょいで買えます。うん、はい、なんか1回どこやったっけ、オートバックスだけど5万とか6万とかやって誰が買うんだよ、この中。あのか、はい、ちょっとでも安くね済ませたい。十分なら気づいてるな。うん、画像も綺麗し、はい、全部ついてるからこれだけ買えばね。一度チェックしてみてください。はい、じゃあ今回の動画は以上です。はい、また次回の動画でお会いしましょう。マイテオチャンネルでした。すげー、ちっちゃちっちゃ。さあ、ちっちゃくもなるよ。はい、バイバーイ。お疲れ様でした。